はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回はね、フェガムスポーツ第472回、今夜も結果論ということで、京都新聞杯、プリンシパルステークス、メトロポリタンステークス、早草賞、この4つのレースを予想した5月9日の振り返りをしていきたいと思います。まあ、なんとかね、少しずつ中央競馬の開催日についてのね、こういった振り返りもまあ溜まってたのがなくなってきたということではあるんだけども、まあそれでもね、なんとか追いついてから、まあ地方競馬の振り返りとかもできるようにしていかなきゃいけないねというふうには思ってるんですけどね。まあ1日1本これやっていって、他予想とかもしていってみたいな感じでね、やりたいと思うんですけども、まあ、こんな感じで、京都新聞杯なんですが、勝ったのはディープボンド、これでね、和田龍二騎手で、まあ多分ダービーに行くだろうと。まあ皐月賞までは横山典弘騎手で来てたんだけれども、まあそれで10着に負けて権利が取れなかったと。でそうなってくると、典さんもこのコロナの移動制限のせいで、京都に来れない、まあ、このあと日曜日には G1 があって東京にいなきゃいけないということで、まあ、京都新聞杯の方は和田龍二騎手に乗り換わりになったわけですね。まあ、なので騎手としても和田龍二騎手からまた典さんに戻るのかなっていうのはあったんだけれども、武豊が騎手が乗ってたマイラプソディに典さんが乗って、そしてマイラプソディに、武豊騎手は、弥生賞でコンビを組んでいた里のフラッグでダービーに挑むということになったんでね、まあ、そうすると多分和田龍二騎手でそのままこの馬もダービーに挑むことができるということで、まあ良かったなというふうには思っています。まあ、そして人気サイズの決着でね、4321ってカウントダウンになって、でその次がしんがり人気、これ本当に見事なカウントダウンになりましたねみたいなところでね、色ごとし、これ九州サンバなんですね。九州サンバで30何年ぶりに中距離以上 2000m 以上の重賞で JRA の重賞で掲示板に乗ったということになります。もう勝ったまで行くとね、遡ると本当に1981年とかそんな感じまでね、遡ってしまうし、まあこの掲示板に乗ったというのも1984年85年それぐらいのことになってしまうんで、もうここ30年のね、まあ、ひまわり賞ぐらいしか目指すレースがなくて、生産頭数も落ちていったという九州さんの歴史の中でね、そこから反抗を巻き返していく上での大事な第一歩になってくれるんじゃないかななんていうふうに信じてみたいと思います。そしてプリンシパルステークス、これ4番が抜けたんですかね、1,2,3,5,6 って見事にね、枠順的に内枠有利みたいな結果になってね、まあそんな感じかなと思ったんですけれども、まあそれにしてもね、勝ったビターエンダー、これが父ディープ、オルフェーブルということでですね、まあそう考えると、青葉賞勝ったのもオルフェーブル3区で、あとあれだったっけ、スイートピーステークスかなんかもオルフェーブルの子勝ってたよね、みたいなことで、オルフェーブル3区がね、ちょっとまあよく言えばこの時期一気に無双をしているぞと、種付け数増えないかなみたいなところもあるし、まあ、悪く言えばね、ディープインパクトとかその辺の今クラシックを席巻している種馬と比べてちょっとだけ早熟性が足りないなということがバレちゃったみたいなね、そんな感じの結果になっているかなという気がします。まあ、ですのでね、比較的まあ今年のね、これなんだったっけ、あれなんですが、まあ、ただね、これ例えばね、ビターエンダーと権利取れてポタジェとかね、弥生賞あたりだったかな、トライアルでもギリギリ権利が取れなかった馬ですね。まあ、そう考えると、まあ、例えば牝馬の方で言えばね、伊豆城の奇跡なんかもね、チューリップ賞4着、忘れな草賞2着、フローラステークスでも負けたのかな、まあそんな4着5着みたいな感じでね、まあ、そう考えると、まあ、このレースってじゃあスイートピーの2着か、まあ、そんな感じでね、何が言いたいかっていうと、トライアルギリギリこの物差し超えたら権利取れますよみたいな馬っていうのは結構存在するんじゃないかなと、ポタジェなんか見てるとね、まあ、そう考えた時にこれって、まあ、例えばプリンシパルでポタジェ超えたらまあ権利取れました、まあ、ポタジェに勝った馬が皐月賞の権利取れましたみたいな感じになったんで、いやうまくできてるねと、物差しこういうのを覚えておくとまあいいんじゃないかなという気が、しますし、まあ、あとはね、クラシック出走権の関取ゲームっていうのが大体まあこんぐらいの強さがあれば取れますよっていうのがね、まあ、年ごとにもちろんその年のレベルっていうのは違うんだけども、はっきりしてるんじゃないかななんていうふうに、バランスが取れた感じだのね、ゲームバランスいいなっていう出走枠の数がと
というふうに思っています。まあ、そして、メトロポリタンステークスもここ543には5342か、まあ、こんな感じでね、内枠の馬が前に来て、まあ、逃げた馬がまあ逃げ切ったという形になったんでね、まあ、結構内有利の結果が東京では続いているというところは見えていると思います。まあ、そしてね、これ逃げて、そしてまあ、あのタイム指数的に言えば500万条件の時計に近い感じというかね、まあ、2勝クラスの時計よりもちょっと劣るぐらいの感じで決着したっていう感じの指数で出てます。まあ、逃げて決着すると、あのネット競馬のタイム指数って結構上がりの時計とか評価するからそうなりやすいんだけども、それにしてもまあ時計が比較的いまいちだったなというふうに言える感じなので、まあそうするとね、まあオープンで逃げてね、スローペースになりゃそりゃ穴になるよねっていう感じでね、まあ、逃げたまま残るよね、こんなオープン特別なのにこんな時計のレー、こんなね、オスローのレースだったらね。まあ、そして外したということです。まあ、そして、はやぶさ賞ですね、こちら。まあ、1着、2着にね、印回せてるし、これ、点の足が速いか、もしくは姉妹の足が速いかでね、まあ、要は瞬間的な足が速い馬みたいなことで、馬券のね、印を回してみたところ、まあ、上位2頭は少なくともそういう馬が来たってことで、まあ、直線 1000m の攻略法の一つではあるのかなと思います。あとはもう本当は血統とか実績とかそういうところまで見ていけば、もうちょっとね、的中に近づくんじゃないかなと思っていて、まあ、そうするとまあ、データがその小馬戦とかに、ね、向けて、一つね、検討していく材料が見えたなっていう気がしました。直線 1000m のです。今後、まあ、攻略していきたいと思います。以上、今夜も結果論8位でした。